はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング、グレイ編。では今回はいよいよ最終試練に挑んでいきたいと思います。ガルサステップ太陽の祭壇、登っていきましょう。いや、めっちゃ自信はない。この作品はお前の力を試す最後の試練になって、やり遂げるか、どちらかしかない。さあ、それでも登ってこられるか。行こう。最終試練を開始すると引き返すことはできません。開始する。とっか。これ高所恐怖症だったら登れないな。足めっちゃガクガクするよ。普通に進んでるけど。いる。最終試練。これ帰れない。いや、帰れねえわ。普通に帰れない。挑もう。試練の時です。立ち向かいますか。かかってこい。強そう。獣人王オーガチャンピオン。こいつずっとここで突っ立ってんのかな。ではではでは、まずは普通にこれどうしようかな。バーバルでね、クロディアは6回復だから、まあ力屋で1回いくか。で竜意返しで、なんだかんだの安定のサイコブラスト。ちょっと何か使おう。炎もね、炎のロットで、水は普通に術で使えるんだけど、炎のロットが術具なんで、1000名の炎をかけて、リバイバーかけとくのありだな。8か。敗者ちょっと落ちると面倒だから、リバイバーかけよう。あ、自分にしかかけんのこれ。ちょっと待って、リバイバー、あ、かけられるわ。敗者。変幻自在使っちゃうともうマジで BP なくなるからな。古典を連発してた方が多分効率はいい気がする。コリキア、あんまり強くなさそう。強いナファーム。うわー、やるな。リバイバー、ちょっと LP 取っときたいよね。でもそういえばだけど、2だ。ここでザップも使えるけど、どうしようかな。ザップ BP 消費が少ないからいいね。 EP 消費は高いけど、一発撃っとくか。で劉備返し、そしたら生命のほうってか回復させよう。もうどんどん回復に入ろう。グレイで古典ザップショット。1500とかマジ強えわ。イランズマ落とし、絶対240か。まあまあまあ、古典強えな。やっぱり普通に稲妻としばっかりか。やばい、回復2人入れないときついな。これツーだな。そこまで強くないな、思ったより。ハイパーハンマーとかどう。でもう一回ザップ使えるけど、ザップだったら境界にザップでいいか。ちょっと待って、クロティア回復ね、回復させよう。結構みんなピンチだな、自分だな。で劉備返しで、バーバラ回復させよう。古典毒坊主、ドクター。愛者はとりあえず大丈夫か。回復量が少ないな。ハイパーハンマー390、あまり強くない。普通に強いんだけどこいつが。でちょっと毒は毒だけど、そのままにしておいて、敗者ちょっと大丈夫じゃない、ほっといて。リバイバルかかってるから。また毒を追う。これ全然起きたら敗者が毒なのか。よし倒した。強い普通に。やはりお宝箱
か敵がいる。これ敵どうなの？ボスの音楽だけどさ、なんか普通のあれだよね、普通の敵だよね。その激しいシュート、サイコブラスト、古典、強くなってんのか、なんか全然弱えわ。もうはいい。でもまあ一応ここで鍛えられるは鍛えられるって感じだけど、宝箱欲しいんですけど、一回おびき寄せて取る。あ、地図か。めっちゃ普通だな。右から行こう。また敵がいるわ。来い。不滅の巨人、フローズンボディ。フローズンっていう感じが全くしないんだけど。さて何を使っていくのがいいんだろうな。66ちゃんと威力見よう。でまずは藤娘で一回力矢使って貯める。で流儀返し、ちょっとリバイブ無駄になったからな。火力でいこう。で古典だ。古典は連発しよう。出た最初のコリキア。コリキアで戦か。痛い。チャージ、あ、チャージ800かなんじゃん。ちょっと待って、2回攻撃だ。でまたちょっとクロディア火力役でもあるからな。バーバラでシフ古典爆弾だけ。爆弾って岩だし。強撃陣ここチャージ。連携率で 140% いいね。でも戦か。200、あれなんかさっきより当たんないな。これ割と立て直したな。チャージ、攻撃に入ろう。藤娘のザップ1回使う。で劉備で回復でクローディア古典投石。痛い。ザップショット。1005、いや硬いなこいつ。投石2回か。強撃中。これ1000くらい当たるって。134%、 1500当たった。なんで、あ、ダメージが違うな。いやなんかこういう効果があるやつを使ってきたりするのか。ザンプ、こっち今度は境界無ザンプで愛者回復、攻撃で押す。これ効かないターンだな。あ、効かないターンだ。2ターンに1回防御効果が入ってた。ザップの1000くらいじゃん。500とか全然入らねえ。あ、防御しつつ攻撃をしてんのかな。1回攻撃の時は多分防御プラス攻撃だな。で癒しの水で、ここはちょっとシフがそろそろまずい。で実はね回復薬はみんな持ってんだよね。いや5も使うの癒しの水。ちょっと待てい。プレイ。どれくらい回復してるかだよね。バーバラね。1222。200か。まあしょうがないね。一体シフやれた。起き上がれ。三段。弱え。チャージ。ザンプ。スイングダウンするか。で癒しの水をグレイか。電光石火使う。レイピアの電光石火でいくか。ちょっと待って、他何がある。いや電光石火でいこう。レイピアのほら165。どうなってる。全部ない。倒した。何体いたっけ。10体くらいいたよね全部で。まだ2体だし。
よっしゃ、宝箱。今度は何か入ってるでしょう。メチスの手甲。そう、ウコムの矛がね、オリジナル版だとウコムの矛がここで手に入るんだけど、ウコム神殿になっちゃってるから、その代わりメチスの手甲か。あ、知力上がるんだ。石化耐性、知力上がるんだったら愛車でよくないか。そんなに重ってか軽いああ、これにしよう。防御力も上がるし、よし、 OK。 さあ次行きましょう。レフトハンドソード、ウコムの矛、エリスの弓だったのが、レフトハンドソード、エリスの弓、メチスの手甲。こいつは広角戦機グレンデル、カマキリな。まあやることは一緒、チャージからのフジムスメディキア。そうだよね、なんか補助魔法とかないしね。フジムスメディキア24しかない。モーグレーなんかなんかないかな。強撃、いやなんかこれ強いっていうのがなんかないんだよな。アクセルターン使ってみる。ファストになってんな。サイコブラスト、いやちょっと待って。だったら1ターン目は生命の炎でバーバラにしよう。バーバラは古典が強いから。引き上がった100、攻撃しよう。ターン攻撃、140% しか出てない。大暴走よ、マジかよ。誰かガードしたな。バーバラか。ちょっとまた立て直しをしないと。33しか回復しないんだ。思ったより回復しない。50くらい回復してほしかった。 10% で7% くらいかな、回復量。癒しの水でもうちょっと自分アクセルターン、もう愛車も自分だな。でバーバラ全然いける。よしさ、どうせ2回攻撃してくんだろう。ほらやられた。立て直しがきついな。全体攻撃されると66。あれ、なんだ、回復量どうなってんだ。でバーバラほっといて大丈夫で、グレイ回復させてシフだな。あ、最悪高級傷薬がちょっと買い足してきたかな。ダメしてくれ。チャージ、ガードされた。むしろくそ、こいつ盾なんて持ってるんかよ。倒れてるとまじ火力要因が減るからな。34、回復の具合がわからん。バーバラでもなんとなく回復ですよ。スイングダウンで、あときついのはちょっとグレー回復させておこう。癒しの水、また来た大暴走。全員食らったか。全員食らった。こいつ結構短期決戦してないとまずいな。おらいけ1700。バーバラはまあまあまあ大丈夫。こいつもまだ大丈夫だな。クローディアどうする。これザップ1回打っちゃう。ジムスメちょっと決めたい。でその中でよしの水、自分癒しの水、自分一回癒しの水入れよう。こいつも爆霊だな。頑張ってくれ。ザッフシャーッと1300。いや、もう一回やってくんの。やられた。なかなかやるな。ミスってるし。
25。何だろう回復量は。ちょっと待って、今回は結構やばいな。いや攻撃しないと、ちょっと変幻自在見るから古典かけよう。攻撃もしないと終わんないからな。392。あいつやっぱり防御力低いな。チャージ。あ、ババラやれる。やられた、マジかよ。うわ、グレムやられた。てか、敵強えんだけど、これ。どうしよう。シフ。で、シフはシフで攻撃入んないといけないから。クロスブレイクだな。グレム。いや、古典が使えない。2段でごまかすか。はいはい、378きた。大暴走、これ壊滅するぞ。いや壊滅するマジで。アイシャだな。回復薬、ちょっと待って。しかもこれはもう高級傷薬でいこう。でクロスブレイクで、バーバラもちょっと回復に入るか。いや大暴走2連続はきついよ。これ無理だ。ガードされてるし。クロスブレイクと中止。いやクロスブレイクの方がなんか EP 使うから強いと思う。なんなんマジで。最後の最後で。いや無理だ、最終試験まだ無理だ。めっちゃ時間かけたけど撤退しよう。あーゲームオーバーにはならないんだ。ゲームオーバーにはならないけども、どうにもならんしょ。だってちょっとソフトリセット。俺は強くなった。今こそお前を倒す時。ていうかこいつで苦戦してたらもう後の敵なんて倒せないよね絶対。何がいいんだ。シフがいつも迷うんだよな。劉備返しだな。でアイシャはちょっと補助魔法とかなんかあったっけ。覚醒員自分か。自分はちょっとな。じゃあ生命の炎とりあえずかけておくか。バーバラ、バーバラはもうこれを使う。技術強化の要約で変幻自在を連発する。何回使える？アシッドスプレーって、あ、1人か。426めちゃくちゃ下がったな。げ、ミスりやがった。300くらいか。弱い。天狗走り。グレイは回復力が少ないからな。一回プラズマでいいか。プラズマを打ってこう。でシフはもういっか。自分で高級傷薬を使おう自分に。であとサイコブラストっていくつ当たるんだ。でレイピアになってるの危ねえ。大地の剣変幻自在いけ。強え。いややっぱ強いわ。おお最後373まで伸びるのか。バーバラ2回来ないで。ひどい。おおリフレクトいいね。他人リフレクトがあんのか。ダイアリーゲッ3回使って。おおぶねえ。いやリフレクトマジ役だったわ今回。すげえ助けられた。通弾にして、あれプラズマショットいくつだったっけ。でまあクセルターン使うか。敗者もちょっとバーバラを回復だな。で変幻自在、変幻自在しかも早いからね。ダメージが少なかった気がする前回。敗者330、これ2発食らったら死ぬな。プラズマショット1000くらいか。こいつなんでガードされんだよグレイ。勘弁してくれよ。
ちょっと次回復重点的にやらないとまずいな。高級傷薬もさ、そんなにいっぱいあるわけじゃないかってグレイ打てねえし、クローディアはもうちょっと癒しの水だな。グレイダクセルターンで癒しの水を愛車、ちょっとシフはしょうがない。バーバラはまず変幻地で攻める。アクセルター800、お総流派、おっつえ、どうだ変幻地剤、まだか、いやーやられる。いやでももうそろそろ倒せそうな気はするんだよな。シフがやられた、しょうがない。で総流派1使うかもしれないけど強いからもう使っちゃおう。クローディア、あーバーバラだな。アイシャでシフを蘇らせる。で古典でいこう、もしょうがない。立てで、バーバラとりあえず復活、まあ、復活っていうか回復、総流派倒したぜ。お前は強かった、だがこの先さらに強い敵が待っている。めちゃくちゃギリギリってわけではなかったから、まあまあまあいけそうな感じですね。先へ行きましょう。ワープ、うおー、またごっついやつがいるな。試練の時、大陸ガメザラタン、グラタンみてえだな。総流派1減ってないから、これ総流派でいこう。やっぱ LP 使う系結構強いよね。プラズマショット藤娘が28まだあるから大丈夫。ちょっとモーグレイをどうするかなんだよな。フランシスカよりはモーグレイの方が攻撃力がちょっと高いんだけど、なんかいいのある？フランシスカ事件談とか絶対無理だしね。うん、ちょっとモーグレイでなんかいいの覚えたいな。アクセルターンでいこう。でまあまあまあ一応ちょっと生命の炎はかけておこう。今回あれだ、技のやつ使えないから、なんとなくヒットポイントの高いシフにかけておいて、なるべくシフは回復しなくても大丈夫な方向にしたい。プラズマターン1700251、変幻総流派めちゃ強そう。1400、ロックキャノン発明、またシフ回、死んでしまう。93、減ってないね LP。 プラズマもう一回だな。でアクセルで、ここはもうさすがに回復でシフでしょ。でバーバラがどうする、7古典だな。ショーゴーこれ連携ガードされるんだ、ひどくない？痛い、いけ、総流派、うわ1減った、結構ミスるな。でシフはもうほっといていいでしょ。総流派まだいけんな、2減るくらいまでやろう。1戦闘についてプラズマまだいける。どうしよう、スイングダウン、今回ケチ買いだな。じゃあグレイ回復させるか。でちょっと回復させないといけないから、一回衝突拳のレイピアでいいや。 LP はさすがに返したくない。よし1減ったか、勝ち上げ1体スタンスだ。879、てか防御ありだな。そうすると1のもので攻撃する、でも500とかはなるのか。スイングダウンってもうちょっと無理だな。回復に入るか、クローディアも、いや回復に入る必要ないな。まあいいか、バーバラ回復させて、あそうだよね、スイングダウン1だもんね。で攻撃しよう、サイコブラストがいくつ当たるか。さすがに古典いけるっしょ。強撃陣、よし
ジンはさすがにガードされないっしょ。ジン狙いだからあれだ、1400いいダメージだ。ドック、キャノン500か。で2段突き、やっぱグレー回復量が少ないとちょっときついな。瞬速だな。で溜まったから何かスイッチバックは、もう何を使っていいのかさっぱり分からん。シフ回復だな。結構点。お連射いけ。1168。無速は回避されないでしょ。ロックキャノンそんなに攻撃力高くないから、なんか回復しながらやれば耐えられそう。2段違って2段目の方が強いのかな。前くらいダメージ違ったよね。さすがに耐久力あるな。勝て。いや総流派はもう厳しいよ。かといってねタウンソード攻撃力26しかないからな。30台は欲しいよねやっぱり。藤娘攻撃力49とかマジで異常だから指返しにしよう。でグレイちょっとしか減ってないな。でシフはあれ、シフって今回復してるがひどい。回避率が高えなこいつ。硬い系か。霞2段今。あれ霞2段って2段当たんなかったっけ。不足2だ。あ回復はしてるか。まだ切れてはない。で瞬速スイングダウンと。でちょっと回復薬は落ちたくないからな。次瞬速のスキル杖倒した。まあ、ちょっと時間がかかったくらいでめっちゃ苦戦したって感じではない。これ奥ないからなんか宝箱出るかな。ナッツくん世界樹キングボク。なぜ世界樹がこんなところに。いやこんなところだからこそ生えているのか。総流派ちょっと危険だな。もうじゃあ何がある。ハイパーハンマーでスリーピートアクセルターン。ちょっとなんか生命のこの役だったかどうかよくわかんないけどとりあえず打っておこう。で変幻自体はやっぱ強いからね。初手で打っておきたい。いや本気つけたってこれマジで強えよ。スリービート悪くねえな。まあ大体700-800くらいか一人平均ダメージが。アンチマジ絶対魔法使わないもん。サンライトアロー、こいつ待って、いや、なんか仲いい。スイッチバック10。スカッシュは、なんかいろいろ試さないとわからん。で、瞬速。溜まったら瞬速だな。アクセルター2回打てんな。シフは初期値が高いのか。まあ、基本的に、いや、ちょっと溜めよう。防御しよう。お、なんか滑殺覚えた。800くらいか。まあまあまあ。エナジーボール1回。え、これで攻撃終わってくれればめちゃ楽なんだけど。それはさすがにないか。ロッククラッシュ弾き打ちで力や。あクロディア回復に入ろう。これはバーバラスイングダウン右足でグレー。もう一回防御だな。あれ弾き打ち強くね。いや何回だ5回くらい食らってる。
防御してるから185え、弾き打ち2であんだけダメージ当たるんだったら全然良くないか。モーグレイはまだ大丈夫だな、耐久度は。あれどっち回復したっけ。まあいいや、これで変幻自在が打てるっしょ。え、強い強い強い、いいよ弾き打ち。いけ変幻自在、全然破壊強い。うお、に熱かった、これは無理。え、だってじゃあスカッシュいくつなのって話だよね。愛者攻撃に入ろう。愛者じゃねえ、クロディア使うか。2使うのか。もう藤娘ちょっと減ってきて、1回使おう。ここは勝負の際と見た。古典攻める、一回連スカッシュ、めっちゃ連射のスカッシュ見せるのに、まだ生きてるか。1000食らってもまだなお400クリアか。愛者はちょっと食らうとき食らっちゃうからな。273、まあまあまあ瞬速まだいけんな。ここは攻撃あるのみ。クロディアが死ぬかもしれないけど、それはもうちょっとしょうがない。5回復ってことは古典が7だから、2回復すれば古典が打てるんだろう。じゃあ霞2段だな。お、3陣形、これで終われ。終わった、これでいいか。あれ今何体倒した。全部で10体いるはずだから。エリスの弓って言ってもね、エリスの弓って藤娘よりはね攻撃力強くないんだよね。実は藤娘の攻撃力が49なんだけど、エリスの弓43だから、で LP 系なんだよね。どうしよっかな。ちょっと技術強化こいつ外して、その分バーバラに回そう。バーバラに技術強化、あちょっとストックはあるんで、戦闘がきつくなっていきそうだから使っていこう。最後のゴールドドラゴン用にも取っとかないといけないからね、 LP とかも。マンシーソイド止めてよ。島魚ジャス、ここに島のようにでかいのかで結局グレって何使うのって話だよね。コスパは総流派がいいんだけどな。ちょっと LP1 減っちゃうっていうところが、あ、滑殺覚えたんだ、そういえば。で、3フィート。待って、エリスの弓。LP だからな、ちょっとこれ厳しいよな。だから使うとすれば、あ、無双弓16とか。使うとすれば、まあ、瞬速だよね。減らないから。3フィートやって、例によってどうしよう。アクセルターン、いやちょっとなんか生命の方の回復が追いつかないからな。だったら回復なんか打っとくっていうしかないけど、サイコブラストでいいや、いつもの通り。あー、しまった。あ、いいか、一回変幻自在を使ってから回復させればいいのか。300、なんで300、400食らうようなやつかって好き。サイコブラスが今500だからね。変幻自在と観察の両方が入った。これはでかい。いけ !1400、しかも何かを減らした。で、あと8、9、10打っていけばいいんでしょ。で、ここで瞬速が打てるように、ちょっと待って、エリスの弓意味ねえじゃん、じゃあ。瞬速使ってもさ、じゃあ、藤娘でよくないっていう話。いや、なんか微妙だな。何のために手に入れたんだ、エリスの弓。まあ仕方がない。そうだよね、別にわざわざエリスの弓が攻撃力高いわけじゃないんだから。グレイで、ここで減ったから、もう一回古典使ってからにしよっか。もうすげえケチってきたな。何か古典使って完全に減ってから技術を使えばいいんだ。こうやってね覚えてくる戦闘のやり方を。超怖っていうことやる。死ぬスネア、スネアってあれか、要は移動
動系の、うわ、弾き打ち弱。移動系の技を妨害するのか。で、無双弓がどれだけ強いのっていう話だよね。回復させよう。結局クロリアも回復に入りながらの戦いだからな。で、ここでバーバラ死んだら意味なくなるからな。早めに回復入ってくれ。まあまあまあ、グレイが回復するのもいいんだけど、よしよしよし、まあ、全開して死んだらもうそれはしょうがないよ。ドリフトでした、しょうがないね。いくつ食らったの ?700 くらい食らったよね。ただここはもう攻撃に転じることができる。無双弓全然ダメだな。一回防御しとこう。これって無双弓がどんだけ強いかだよね。アイシャワー生きてる。いや待って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 、お強いっていうか、なんかそっち、待って3連続かよ。これ3連続はずりーよ。よし、変幻自在入ってくれたぜ。1300か。弾き打ちが多分あんま強くないかな。ちょっと今回きついよな。グレイが全部ガードしてくれたのがマジででかかったけど、スイッチバック使おう。でクローディアもまたちょっと今回は回復に入らないときつい。変幻自在、変幻自在。1000はいった、1000はいってないけど900くらい。髪切りで Z ソード、あ、過激あるのこれ、知らなかった、初めて見たし。過激はね、期待ができるからね、こうやって追加ダメージが。これクロディアいけんな。ちょっと一回撃とう。エリスの弓の無双弓 LP2 も使うんだよ。え、スイングダウン全然ありだな。じゃあマジでいいわこれで、変幻自在ももう一回撃てる。あ、いけ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 、無双弓1500か。ブラッドスパルタン、これ結構強いよね。よしよしよし。無双弓のさ、無双状態になったらどうなるんだ。こんな雑魚敵かまってらんねえわ。恐竜、草原の支配者、これマジで恐竜なの？これ普通の恐竜だったら、ちょっと待って、クローディア、でもクローディアって LP 高えな、17もあるんだ初期値。え、ちょっと今回ちょっとナメプするけど、恐竜だから無双弓を最初から打っていこう。スイングダウンまだいけるよね。 Z ソードの発動の可能性があるから、アイシャちょっとなんか補助魔法覚えよう。ちょっとサイコブラスト、やっぱりボス系には効かなくなってきてるからな。まあ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 、900も当たるんだ、強いよ。やっぱ普通に強かったな。足っぽ弱、体力下げつつの、もう一回回必要か。3回復すればいいわけだから力矢が打てんな。ヘッシーフマジでどうする。もうスイングダウンの過激にかけたいんだけど、これ回復しなくていいや今回。よし、吸気陣。恐竜はなんか安定だな、ナメクでいけそう。ここに1800、まあまあまあパワーはあるね。おい、え、じゃあエリスの弓使うのもったいなくね。立ち上げミス、ザコが。よし、このままガンガン攻めよう。いや、むしろでもあれか、こいつだからこそ無双弓が発揮できる。ガンガン攻撃できんな。これ強撃陣入ったっしょ。違った、かっ入ってね。いやー、ここ楽だった。
さん、そして先へ。じゃあめんどくせえ、そう遭遇してしまった。パッ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 とパッパッパッと行こう。カスミーだ。連携で行くのか。別に連携しなくて大丈夫です。1700オーバーキルすぎる。次がそろそろ最終のマップかな。あれなんかこれ左にも行けんな。まあいいや、岩石野郎、破壊獣デストロイヤー。いやマジで強そうだ、名前は強そう。よし、これで早打ち、アクセルターン、サイコブラスト、平原時代。早打ち早いな。いや勝て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 、いやマジで勝てえわ。セルフバリ、いやうぜえ。これでもさ遠距離だよね。どういった遠距離じゃねえし。ひどくない？え、セルフバリって一旦で溶ける？まあいいか。でさすがにちょっともうグレイは回復させないと。で古典だな。お、三連携白魔人。どこまで上がるか、速が発動してる。すげえ連携率 204%。 これでかくないか。1500。一人連携してきやがった。これ死んだ、絶対死んだわ。でもまあ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 、オーバーキルだな。2だな、2減ったわ。え、どうするの。いや撃つか、無双弓撃つ時が来た。はい、771。無双マークがついてる。痛い。よし、これ1回で切れるよね。まあまあまあしょうがない。あ、ブラッドスパルタンって1減るかもしれないのか。まあ いや1くらいだったら、1くらいだったら、じゃあさ総流派でよくね。だって総流派遠距離なんだからさ。でバーマはちょっと一回ために入んないといけないからな。無双弓撃ってくれるわ。何回撃ってくれるんだよ。いけ総流派3000円。これも遠距離だよ。なんだ、まあいいや、ちょっと遠距離で攻めないと。でちょっと減ったのが誰、グレイが減ってるか。古典ソリュハン、あ減った。1減ったらもうやめよう。3ターン目の嘘に。クローディアが回復に入れなくなるからな、無双弓使うと。言い訳。いやいやいや、言い訳。3発目はきつい。弾き打ち。クローディアまだ無双状態だな。バーバラ回復だな。クローディアで稼いでもらうしかない。無双弓。これでも LP は減ってないね、さすがに自分の。ずっと攻撃状態で無双弓が撃ち続けられるっていうのは利点があるのか。どっちこれ。こっちの方がなんか先へ行くっていうか、なんか宝箱に道に通ずる道っぽい。ダッシュしよう。3倍ダッシュ。おお、猫ちゃんかかってこい。かわいい。アムルアムと
これオリジナル版だとさ、オリジナル版って本当のスーファミ版ね、めちゃくちゃ回避率が高くて普通の攻撃が当たんないんだよね。必中系じゃないと当たんないんだけど、そこら辺どうなってんだろう。無双まあありはありなんだけどな。まあいいか、ちょっともう一回無双でいくか。魔法が効くのか、そもそも。ちょっと普通に攻めよう。またスターラクリット、なんか怖い。なんだなんだなんだ、セリフ版に行ってか。いやーやっぱミス多いわ。魔法が当たるとちょっと通りは悪いけど、ミスダメだ。しかもさ、これさ普通に遠距離じゃないしね、何も減ってないよね。何も減ってないから攻撃していくか。変幻自体くらいの攻撃回数が多くないとちょっと厳しいな。ミスるから。いやミスるな。固定いける。いやミスだな。サイコブラスターダメージ入ってくれる。いや当たんねえわ。攻撃回数でいった方がいいか。なんかある、そういうか2回いけるか。困った時のそういうか。じゃあここも無双でちょっとお願いするか。攻撃が激しいっていう感じではないから、じゃあちょっと防御してためよう。バーバラはなんだ、超わかんねえ。謎のものを使ってたけどよくわかんない。当たり当たんない。今のところただ LP が減っただけだな。連携はどう、無足が発動してくればいいのか。こっち全然ダメっぽい。草伏せとか、だ走るやつにしよう。走るやつに、弾き打ちとかだってダメでしょ。走るやつがない。ちょっと一回じゃ草伏せで我慢しよう。あいや無双状態になってねえんだけど、外したからか。ただ LP 減っただけだな本当に。じゃプラズマでいこう。待って待って、回避不能、ほぼ回避不能、ほぼだからね。まあ、魔法は当たるから、じゃあサイコブラストでバーバラってもう一回防御だな。ちょっとよくわかんない、ここら辺スターナイトビットとかってなんだっけ。正確に言って、さて当たんないね。2発当たった。陣雷とかどうなの、ちょっとやってみよう。プラズマ、プラズマだな、もうこいつは。で変幻自在であとはもうどんだけヒットしてくれるか。サンライトアロー来たか。3回しか当たらない。いや最後が当たってくれた、最後当たってくれたね。ゲーサイコブラストガードされんの、これケープラスマシット神の雷鎚。いいよ327とか弱え。悲しすぎる。もう藤娘頼みだな。じゃあ待って、また回避不能みたいなのないのかな。スイッチバックとかは移動技。じゃあおとなしく回復しよう。なんかある、はやぶさ切り466な。攻撃は高いけど、ゲーガードされた、最悪。めんどくさい系の敵だなやっぱり。過激、いや過激出たけどさ、無足の方がいいな今回は。天狗走り、いろいろ試すな。プラズマはもう安定でいいでしょう。アッパースマッシュ、いやこれ完全にさ回避されそうな感じが。じゃあ天狗走りだなやっぱり。ちょっとカットインで無足狙いっていうのもありだよな。で、あと古典も移動技だから無足が出んな、これ多分。でも出ればの話だけど、スターライトビットよくわかんない。しょうがない、シールドガードも来た。あいけ、当たる当たる。移動系いいな。先
光、あ、そうか、先行月って別に普通の月か。藤娘、まあもう中7か、まあまあまだ10代だったらまだいける。移動系がいいから指返しだな。じゃあサイコブラスト5点、スターライト FS 700万好き、当たった、なぜか当たった。いやヒットポイントも高えわ。ブラッドスパルタも無理だから天狗橋だよね、やっぱり。でプラズマ、プラズマはもう永久に打てるから、回復量と消費量が一緒だから、プラズマ永久に打てるのはマジででかい。カットインでちょっとずつ回復していくか。サンライトアロー、いいね、効かない、何を装備してるか分かんねえけど。当たってんだかミスのモーションなのかちょっと分かんないな。いくつ15か、まあまだいける、まだいける。じゃあ進めないでしょ、めんどっちやで。6だからもう一回カットインが必要か。カットイン無理です、シールド、うざい、頼む、プラズマダウンしろ。まだダウンしないか、スイングダウン入ってないな、あれさっきのダメージがプラズマショットと変わんないもん。で流儀返し、今回攻撃に転じるな。で古典、変幻自体でも打っとくべきか、なんだかよくわかんない、マジでいいんだから。派手にやろう、頼む、無速発動しろ。強撃陣、強撃陣は大丈夫でしょう、当たるはず。ここで無速が発動してるってことはさ、かわされてる可能性大いにあるよね。倒した、もう消耗したわけじゃないけど消耗したな、長期戦になったから。よし、これレフトハンドソードか。じゃあ OK、 レフトハンドソードはじゃあグレイのタウンソードと交換。もう LP 系になっちってんな。神々が英雄ミューザに与えた剣、左手に持つと真の力を発揮する。これ左手とか関係あるの、そういえば。武器表示かっこいいかっこいいかそんなにかっこよくなかった。じゃああとは出るだけなんで、敵と当たってしまった。レフトハンドソード45か、それはいいな。あとどれだけの攻撃力があるか。初手だと、処置だと力矢しか打てないな。変幻自在、サクサクサク、はい、さよなら。1ジュエル、悲しい。次で最後であってほしい。もう厳しいっす、まだ3体くらいいんだけどまあ行こう。めっちゃ荒ぶってんな3倍だから。シソヒリュウ、レフトハンドソードなんかある。これからレフティフォークか、王者の剣もあるね。16とかくらいでも1回攻撃すればいけんな。レフトハンドソードちょっとガードしとこう。無双使う、いや使わなくていいや。プラズマで行こう、ダメージを与えていく。アクセルターンのサイコブラストの変幻自在、食いつく、よし1回ミスってた、ミスってる。いやーこいつも飛んでるからかなんか知んないけど回避率がそれなりだな。では行きますか、レフティフォーク。グレイ結構もう LP を使ってるんだよな。藤娘ちょっと自由になるまでは LP 系使ってこう。でやっぱりバンガラちょっと薬使うべきだな。
レフティフォーク。あ、左手。待って。ミス多くねえか。確かに火力は高い。いいね、ディフレクト。待って、気球とかあったっけ。こいつそもそもやっぱ回収率高えわ。回収率の高いやつにレフティフォークから使うの危険だな。そもそも無双指も危険だと思う。でもう普通にレフトハンドソードの方が攻撃力高いから、ちょっとこっち、いやもう、でも LP か、そうか、LP か、それは無理ですね。十字切りでどれだけ当たるかだな。強化闇28だもんな、ちょっと、無理だな。何かいいものが、ないから、3ピートで溜めながら行こう。で今回ガードしてくれたから、まあ、サイコブラストそれなりに入るからね。ガード、おいいね。おお、だいぶ抑えた。1、2、3、3発入った。よし、十字切りも2発入った。火力も十字切りにしてはいい、全然いいよ。じゃあこれでこう強心剣とか打ちたいけどね。でこれで瞬速打ちながら、瞬速スティーピーとこのパターンだな。でサイコブラスト打と今回も攻撃に入る。で防御する、変幻自在打つ。やっぱりいやいや、ミスミスかよ。で3ピートのアクセルダウンが打てるようになったらアクセルダウンするか。でこっから変幻自在、いや来た、ボフ、これきついんだよな。全体だしね。いやちょっとメジック50、おーミリオンだな、マジか。1132、遅く、あ、倒した倒した、よしよしよし、まあ OKOKOK。 レフティーフォーク特性も見れたしね。行こう、デビル系もこのまま行こう。ショーマスター、使うか、あるし使おう。高級傷薬だったら、まあ3ピートからの瞬速だな。連射もいいんだよな。ちょっとアイシャ攻撃やるものがない。ちゃんと当たってくれれば問題ない。アビス、やばくね。え、普通死んだんだけど。そういう技、では見せてよ。7、5に、あ、1しか減ないのか、実使おう。2減るかと思ってた。全然いいや。じゃあ2発ぶっ放そう、レフティーフォーク。でも古典だな。じゃあ左手、1、2、3、4、そう倒したのかと思ったら自分が引ったの。これ強いよね。生き残れる、アイシャ生き残った。俺も強くなったもんだな。癒しの水もシフトからと全開しないからね。ちょ、もう一回今日レフティフォーク、そのために使ったんだ。薬を飲んでレフティフォークを使う。水がないからね、癒しの水5使うから、そうすると回復量5だからね。ちょっとそれはさすがに過激。グレイ耐えられるか。いや、グレイは耐えられるし、アイシャが耐えたんだから。だって見せてやろう、レフティフォーク。1、2、3、4、5、強い強い強い。もう使えない、早いな。回復量がマジで少ないからな、グレー。シフも少ない系か。
じゃあそっちと十字切りで頑張っていこう。でこうのこうので癒しでグレイだな。でバーバラは答え。あーあぐでなぐで耐えられてさ、2回攻撃じゃない限り全然大丈夫。2回行動してくるやつが本当に強い。オッケーオッケーオッケー、単体攻撃はマジでなんとかなるわ。さあそして最後か、ちょっと待って本当にちょっと待って、ここはもうガチでいくから、これ装備しとくでしょ。でバーバラも装備しよう、技術強化で。さアイシャさ、技術強化じゃなくてさ戦士の、これ他人に使える？戦士の飛躍ちょっと使ってみよう。でちょっと移動、ゴールドドラゴンで、もう最初もうやっぱさ、その BP が減ってから使った方がいいよねって思うんだけどさ、ケチるくらいだったら、あ、喝殺、やっぱそれ喝殺一発打ってからしよう。でクローディアはいつものパターンで、シフもいつものパターン、アッパースマッシュで2か、モグでまだいけんな、耐久力アッパースマッシュにしよう。で戦士の飛躍をグレイかバーバラかって言ったらどっちだ、レフティフォークにかけるか。グレイ頼む、レフトハンドソードの力見せてやれ。ドラゴンだけどね、硬い気がする。アッパースマッシュもまあまあまあいい火力で、激のブレス、いや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 、硬いなやっぱり。あヒットポイント1で耐えたの、じゃあいいだろう、せっかくだレフティフォーク1回打ってみせよう。でちょっと待って、回復に入ろう、しかも高級傷薬をちゃんと使おう。でアッパースマッシュ、まあ、アイシャはもう癒しの水でいいでしょ。でバーバラは、まあ、自分で打つ、そっかこれ他人にも打てるから、行動順が、あ行動順はやべ死ぬ。お水大丈夫、何装備してるっけ、ルビーか、あっすげえやった、いくぜレフティフォーク、さっきと変わんない気がするけど、こいつに対して300当たるっていうのはでかい。トムトが若干減ってるけど、ここはもう行くしかない、打つ打ちます。で黒でで回復をさせておこう。でシフアッパースマッシュが8使って回復量2あればいいわけだから、強撃でちょっと全開を保っておこう。で変幻自在、変幻自在一発はこの時しか当たんないからね、完璧だと絶対1回じゃないから、3回噛みくらいするから。そしてグレイもヒットポイントマックス、ほら強撃、さあここからちょっと待って、 FP2 は残しておこう、さすがに。あーじゃあ攻撃に入れんな、まミリオンならさっき覚えたけどさ、これ全体技だからね、だったらフェニックスだろ。あーでもあれか、ヒットポイント吸い取る系だったらやっぱり連射だな、連射が多分一番強い。でアッパースマッシュの、さすがに相性を回復させて変月台2回打てんだから変月台を FT 効果、ほら
噛み砕きだったら噛み砕くわけで助かるかな。グレイは回復が入るから大丈夫。連射強い。アッパースマッシュマジで強いなこれ。まあさすがに減るからね。連射2発打てんな。行こう。5だから1使う。強撃に行こう。これパターンだな。強撃アッパースマッシュ、強撃アッパースマッシュみたいな。地鳴らし、これ結構やばいんだよね多分。よし、スタンとかはしなかった。攻撃力は上がってる気がする。なんか知んないけど。よし、連携も出てくれた。これは最強の連携だろう。 124% 倒す。オーバーキル純金。いや突破したわ。そしてレフトハンドソードが手に入ったのがかなりでかい。レフティーフォーク強いのが判明したかね。詩人さん、お前は一体何者だ。グレイ、君がここまで来ると信じていたよ。そう、私は光の神、神々の父エロールだ。なぜ自分でサルーインと戦わないんだ。あんたは神だろ。かつて神同士の戦いがあった。その時世界は一度死んだ。それほどに神の戦いは激しいんだ。私は二度と世界を死なせたくない。俺はサルーインに勝てないかもしれない。サルーインは蘇ってしまうかもしれない。それでもいいのか。人には自分の運命を自分で決める権利がある。サルーインの復活を傍観するか、サルーインを打ち倒すか、それともサルーインに敗れ去るか、全て自分たちで選ぶことができる。あんたには結果が分かっているんじゃないか。俺たちの未来は。神々とてそれほど先のことが見えているわけではない。封印によってサルーインの憎しみが増すことなど予想していなかった。サルーインのミニオン、あのようなものが生まれるとは思っていなかった。ディスティニーストーンがこれほど世界を混乱させるとは思わなかった。全て私の失敗だよ。俺は俺自身のために戦う。俺が生き延びるためにな。神、あんたはどういう結果を望む。私はこの世界そのものと世界に存在する全てのものを愛おしく思っている。どのような結果も受け入れるだけだ。サルーインはイスマス城の下にいる。イスマスの洞窟からサルーインのところへ行けるぞ。ここにあった道具は全て手に入れたか。準備が良ければ送り返すぞ。さっさとしろ。帰る。決戦サルーイン。というわけで、いや最終試練、まあ、きつかったね。
一戦線がきつかったけど、まあまあまあ有能な武器は手に入ったので、では次回、イスマス城行きたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。